皆さんこんにちは。アミヤみかんくるクロシェットクリエイターのみかんくるです。先日ご紹介いたしましたこちらの肉球コースターなんですけれども、すごくたくさんの皆さんにご好評いただいてまして、本当にありがとうございます。コメント欄にコメントをたくさんいただいたんですけれども、その中からぜひ編み図も公表してほしいというお声がいくつかありましたので、手書きのちょっと下手くそな編み図ではあるかもしれないんですけれども、水を描いてみましたので、今回はそちらのご紹介をさせていただこうと思います。 YouTube をご覧になっている皆さんの中には、編み図を読むのが苦手だという方もいらっしゃるかと思いますので、こちらに編み図記号の簡単な説明も載せてみましたので、ぜひ参考になさってみてください。でこちらが、今回私が描きました編み図です。まずはじめに輪の作り目をしてから、鎖編み3目で立ち上げてから、輪の中に長編みを16目編んで1段目を始めていくんですけれども、立ち上がりがこの肉球のこのままの向きで見ると、立ち上がりの鎖編みが下にありますので、ちょっと見づらいという方は、まずは編み図を逆さまにしてこういう感じで見ると見やすいかなと思います。2段目は鎖編み1目で立ち上げてから、細編み、中長編み、長編み2目を1つのところに入れて、次の目には長々編みを2回、次の目にも長々編みを2回というように、このように編み図を見ながら編んでいくことができます。でピンクで記したところは肉球のちょうど手のひらにあたる部分と、それから外側は指にあたる部分、こちらの鉛筆で描いたところが縁取りになる部分という見分け方になります。でまず手のひらを編んだ後に、初めの縁取り鎖編み1目で立ち上げてから、ぐるーっと周りをこのように編んでいきます。で一度糸を切ってから、次に指をピンク色でここから編み進めていきます。鎖編み2目で立ち上げてから、まずはここを編んで、次にここを3目飛ばしてから、この部分を編んで4目飛ばしてから、ここを編んで、で次に3目飛ばしてから、こちらを編んでいきます。ここまで編んでから、一度裏返しにしてから、こういう向きで編み進めていきます。引き抜き編みをするのは、前の段の長編みと長編みの間にできている隙間に引き抜き編みをします。またこういうふうに、ここも同じです。編んでいって最後は、初めの鎖編み2目で立ち上げたところに引き抜き編みをして、また一度糸をカットして縁取りの色に持ち替えます。手のひらの縁取りのこの目のすぐ上から、まずは糸を引っ張り出して鎖編み1目を編んでから、ピンクで鎖編み2目を編んだところに細編みを2目編んでから、次の長編みの頭に細編みというふうに編んでいきます。で次のここなんですけれども、ちょっと今回私が特殊な編み方をしているので、編み図でどういうふうに記したらいいかちょっとよくわからなかったんですけれども、まず3目並んでいるこの目のうちの初めの目と3番目の目に
ぐるーっとこう針をくぐらせてから長編みを編みます。詳しくは先日載せている動画をご覧いただくとわかるかと思います。でまた次の指の縁取り、ここも同じように、ここは4目並んでいるところの2番目と3番目の目にまたこうくぐらせるように針を入れてから長編みを編みます。3つ目の指、ここも同じように初めの目と3番目、1、2、3並んでいるところの1と3の目にくぐらせてから長編みで、最後の指を編んで、最後中長編みのところに細編みを2目編み入れて、最後引き抜き編みをして完成になります。詳しい編み方は先日載せている動画をもう一度確認なさってから、さらに編み図を見ると分かりやすいかと思いますので、ぜひ参考になさってみてください。ということで、今回は先日ご紹介しましたこちらの肉球コースターの編み図のご紹介でした。今回もご視聴ありがとうございました。